日本郵政は保有するゆうちょ銀行の株価下落を受けておよそ3兆円を損失処理すると発表しました。現在の株価水準についてはこれは真摯に受け止めまして引き続きグループ一体となりまして企業価値の向上に取り組んでまいります。日本郵政はゆうちょ銀行の株式の 89% を保有していますが帳簿上の母価に比べ実際の株価が半分以下に下落したため3兆400億円を損失処理します。グループの連結決算に影響はないということです。電子決済サービスを通じた不正引き出し問題などが株価の下落に影響したとみられます。また増田社長は不正引き出しをめぐり情報の開示が遅れたことについて陳謝しました。